明日のお洗濯情報をお伝えします。日本海側を中心に雨や雪が降りそうです。では詳しく見ていきましょう。7時から見ていきますと、北陸以北の日本海側を中心に雨の範囲が広がります。北海道は山沿いで雨から雪に変わるところが今後増えていきそうです。太平洋側も雨雲が流れ込んでくる可能性がありますので注意が必要です。ではアイコンでも見ていきましょう。明日の洗濯情報です。太平洋側では日差しが届くものの、名古屋でしたり大阪のエリア、日本海側から雨雲が流れ込む可能性がありそうです。北陸以北日本海側では雨が降りますので、洗濯物は部屋干しが安心です。風が全国的に強まりますので、洗濯物飛ばされないようお気をつけください。またアプリから最新の気象情報を見ることができます。ぜひこちらもご利用ください。